皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。お金を稼ぐとはどういうことなのか、その話をベラベラとさせていただきまして、この3本目の動画ではもうちょっと具体的なステップとして、皆様がもしイラストレーターとかデザイナーとかそういった職種でフリーランスでこの仕事をしていきたいと思った時は、さあどうしたらいいか、僕だったらどうするか、そんな感じのアイディアの、お裾分けをさせていただく動画でございます。1本目の動画では、すべての仕事は人を助けることでお金を得ているという話をさせていただきました。2本目の動画では、もうちょっと具体的にギターの先生になりたいと皆さんが思った時に、さあどうしたらいいでしょうっていう、そういう話をさせていただきました。3本目の動画ではイラストレーター、デザイナーの話でございます。まあこれ別に職種は何でもよかったんだけれどもね、まあたまたま思いついたのがまあそんなんだったんで、そんな例をとってお話をさせていただこうと思います。まあデザイナー、なんかフォトショップとかイラストレーターとか、そういうアドビ製品を使って冊子とかポスターとかフライヤーとかのぼりとか、そういったこの販促物とかを作っていくようなまあお仕事をやっていこうと思ったとします。で、いろんな方法があるんですけども、もし僕がそういうのをやろうと思ったならば、まず目をつけるのは飲食店かと思います。皆さんのそのお近くに飲食店たくさんあると思うんですよ。カフェもあれば、居酒屋さんもあれば、パン屋さんもあれば、もうレストランとかもあったりとかして、もういろんな飲食店がたくさんあると思います。で、そんな飲食店を片っ端から回ります。で、それぞれの飲食店のメニューとか看板とか、その店内のインテリアとか、そういったものを、もうめちゃくちゃこのチェックしまくるんですよ。で、そんな感じでこうね、100店舗ぐらい、このバーっと回れば、あ、このお店手伝いできそうだなっていうところがね、結構あると思うんですよ。結構お店によってはね、すごいお金をかけて発注して、そのね、しっかりとしたこう立派なメニューとかね、その写真の素材とか、そういったものを用意していらっしゃるお店もあるんだけども、結構そういうところがおざなりで、なんかワードでこの文字だけ打ちましたとか、なんか手書きでこう書きましたみたいな感じの、そういう感じのね、この手作り感あっていいんだけれども、せっかく料理もこんな美味しいしね、ドリンクとかもたくさんあるし、すごいんだけど、このメニューってあんまりこのお店の魅力伝わってないよなっていうふうに思うところってね、結構あると思うんです。そういったところをね、すごいめちゃくちゃ目をつけて、いきます。僕はですね、もう勝手に、そこのお店のメニューとかをその写真とか撮ったりとかして、勝手にメニューを作るんですよ。勝手に。もしかしたらそのね、季節のおすすめメニューとかでもいいかもしれないです。その料理の写真とか撮っておいて、まあ、なんかこうね、おすすめメニューみたいな、そういうこのフライヤーとか販促物とか勝手に作ってみるんです。まずは。で、その勝手に作ってみて、まあこんな感じかな、こんな感じかな、つってこう、まあある程度このいい感じにまとめるじゃないですか。ちゃんと気合を入れてくださいよ。気合で作ってくださいよ。で、その気合入れて作って、もうこれならばめっちゃもう喜んでくれるでしょう、みたいなものをね、自信作をバーッと作ったならば、もう一回そこの店舗に訪れて、まあそのご飯を注文して、飲み物を注文して、その食べ終わった後とかね、そのちょっと、店員さんがその、ちょっと時間空いてるところ、手が空いてるところを少し見計らって、すいません、実は僕こんな感じで、みたいな感じで、その名刺とか用意してもいいと思いますし、自分の制作物とか用意してもいいと思いますし、実はこういう仕事をしているものなんですけれども、もし本当に良かったらなんですけども、こういうメニューとかね、ちょっと勝手に作らせてもらったんですけど、こんなのができるんですけど、ちょっと興味とかないですかねみたいな。話を、させていただきます。で、もちろんそこでね、お金の匂いを感じてね、ああ、うちいらないよ、大丈夫、大丈夫っていうふうに言う人もたくさんいるんだけれども、中にはですね、そのパッと見メニューを見てね、あ、すごい、こんなんやってくれるんですか、いくらでみたいな感じで、この興味を示してくれる人がね、絶対いるんですよ。で、その時に、いきなりこうね、お金の話をするんじゃなくて、あ、このメニューに関してなんですけども、最初、もうぶっちゃけその、僕全然その、無名だし、その、ね、まだ全然信用とかないと思うんで、最初、ぶっちゃけそのね、もう最初はもう無料でいいですと。もう無料でいいんで、じゃあこの今メニューこれ作りました、それでなんかもしその欲しいメニュー、そのおすすめうんたらかんたらとかね、季節の限定メニューとか、そのランチメニューうんたらかんたらみたいな、そういったものがもし必要なもの、欲しいものがあったら、ちょっとその無料で作らせていただきますと。で、それでこう無料で作らせていただいて、もし気に入っていただけるようでしたら、その時にまたこうね、相談させていただければと思うんですけども、どうですかみたいな話をすると、大体の方がもう、あ、じゃあお願いしますって話になるから、で、そこでこうね、依頼を受けて、その契約うんたらかんたらではなくて、口約束でもいいんで、それでこうまたこう自分でこうバーッと制作をするわけなんですよ。で、後日出来上がったら、それの頭持って行って、ちょっと見てもらって、その気に入っていただけたら、そのラミネートなりしたりとかして、そのお店で使っていただくと。そのような感じのことをですね、もうちょこ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 っとやっていきます。で、そこでメニューをちょっと作って、その気に入っていただいて、じゃあもし、この先、例えばその SNS、ごめんなさい、ちょっと今ツイッターの話はまだしないや、ツイッターの話後でします。もしそのね、こういうメニューとか、その季節のうんたらかんたらとか、今後必要でしたならば、まあ1枚いくらっていう形でやらせていただきますし、月にね、5000円とか、まあ顧問料じゃないですけども、そういう契約とかね、していただけたら、もういくらでも全然そういうのね、新しいのね、メニュー変わるたびに全然作るんで、もしよかったらそういうの検討してみてくださいみたいな感じで言えばね、気に入ってくれる人に絶対いると思うんですよ。
そんな感じで、まあ本当はね、僕の本音としてはその月額いくらっていう形にした方がさ、そのすごいこのなんだろう、生活しやすくなるというか、そのね、ある月はそうめちゃめちゃ売り上げがいいけど、ある月は売り上げがダメみたいな感じにならないからさ、できればそのね、月5000円とかでもいいから、そのね、あの月額のね、ちょっとこの雇用的な感じ、契約的な感じで持ってきたいところではあるんだけども、それはまああの先方さんとのね、兼ね合い、コミュニケーションの中でそのね、うまい具合にこの設定を見つけてください。そんな感じでこうバーッと回っていって、その皆さんのお店の、あ、皆さんのお家の周りにある、まあその店舗さんをですね、こうバーッとやっていけばですね、少なからずそういう興味を持ってくれる人、そしてこのね、あの仕事を依頼してくれる人とかで絶対見つかるんです。で、ここでまた前回言ってたその失敗をするないことです。いきなりこうバーッと話しかけて、もう門前払いする方もいらっしゃるし、ちょっとこの小言をチクチク言ってくる人もいると思うんですよ。で、ただならいいけど、なんか、まあ、でもそのお金払うのはちょっとなんみたいな感じで、ちょっとこうね、ちょっとお金に関してこのシビアに言ってくる人もいると思うんです。そういう人に当たったらどうしようとかうんじゃなくて、そういう人にね、当たったら、逆に、もしコミュニケーション取れるとしたら、じゃあ、ちょっと参考にね、聞かせていただければ嬉しいんですけども、例えばどんな感じだったらなんかね、じゃあやってみようかなって感じになりますかねとかって聞いたりとかすれば、すごいこう自分の経験につながったりとかするじゃないですか。なんで、まあ、たくさんの失敗することです。たくさん失敗すること。そんな感じで、このお店さんとかバーッと仲良くなっていくみたいなことを僕だったらやるかなと思います。で、居酒屋さんとか、そのカフェとか、結構その店舗さんの、社員さんとか、その店長さんとかって、TikTok とか Instagram とか、インスタとか、その Twitter とか YouTube とか、そういう SNS にすっごい興味があってやってみたいし、そういう成功事例とか見て、あ、いいな、うちもそういうのやってみたいなってこういうふうに思ってる人たくさんいるんですよ。でも、あんまりこうね、やり方がわかんなかったりとか、自分自身がその Twitter とかね、普段やる時間がなくてさ、全然 Twitter のこと知らないから、なんかこうやりたいんだけれども、どうしたらいいかわからないっていう感じで、この頭を抱えてるね、飲食店さんってね、実はすっげえめちゃくちゃ多いんです。すっげえめちゃくちゃ多いんです。で、そういう方に向けてってわけじゃないけども、まあ、例えばその SNS の運営をやりますよと。それこそ本当月額いくらって形でもいいですよね。月額5000円とかで、そのお店のホームページ、あ、じゃあホームページじゃないか、そのね、アイコンをデザインして、そのかっこいい感じ、すごくいい感じにして、そういったものを用意して、で、なおかつそのね、指定された内容のツイートを、まあ、1日1回、2回、その決まった週とかにして、このツイートしますよ。で、そのね、お客様がリプライ来たならば、その問い合わせとかに関しては、もちろんそのね、伝えたいとか、そのね、ほうれん草しますし、みたいな感じで、そういったこのね、SNS のアカウント管理、運営を代行しますよっていうのもですね、全然、ニーズ、めちゃくちゃあると思います。そういったものもですね、ちょっと自分でこの資料みたいなのを作って、なんかこう、アピールというか、まあ、営業って言い方がね、まあ、適切かもしれないんだけど、まあ、営業していくっていうわけなんですよ。まあ、地道に、本当にもうコツ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 と、いろんなところでここと言われたりとかしながらも、やっていくと、それがどんどんですね、その信用につながっていくと。で、どっかのタイミングで、そのね、すごいこの、うまく回る時が来るんです。そのお店さんからすごい気に入られて、もちろんめちゃくちゃ仕事いっぱいもらって、その SNS の管理とかも任せてもらって、で、その店舗さんにもお客さんがすげえ入ったりとかして、そういうウィンウィンの関係が、ね、生まれ瞬間というのは、ね、必ず出てくるんですよ。で、その必ず出てきた時のその事象をなんかこうね、資料的なところにこの落とし込んで、またさらにこの営業にこの役立っているわけなんです。この店舗さん実はこういうね、契約をいただいてこういうことしてて、こういう成果が出てるんですけども、どうですかみたいな感じで、そういうこの成功事例があった方が先方さんもさ、分かりやすいじゃないですか。どこその馬の骨か分からない人に突然営業来られても、誰お前みたいな感じになるけれども、あ、こういう人なのね、あ、これちょっと面白そうじゃんみたいな感じ、この興味を持ってもらうこともまたすごく大事なわけなんですよ。で、ここで気をつけたいのが、あ、じゃあ興味を持ってもらうたびに、まあ、こういうことをすればいいのかって思うかもしれないんだけども、根本的には人を助けるためですからね。困ってるその飲食店の方、SNS ができない、なんかこのメニューとかのね、作成ができない。で、すごい困ってる。けれど、その困ってるのをその助けるためにはどうしたらいいかっていうなると、興味を持ってもらえると話にならないわけだから、単純にそのね、何かを作ればいい、資料を作れば、仕事がうまくいく、ではなくて、この人を助けるために自分自身がどう強くならなきゃいけないのか、どう見せなきゃいけないかっていうことを工夫しようっていう感じですからね。その手段に、翻弄されないように気をつけていただければという感じです。そんな感じでこうね、バーっとこの営業回ったりとかすれば、なんかうまくいくような感じはしません？すごい、いきなり雑な話だけども。で、今その飲食の話をしましたけども、これね、美容院とかでもいいと思うんですよ。結構美容院のインスタアカウントってさ、すごい、こうなんだろうな、盛り上がってるとか、盛り上がってるんですけども、それこのカリスマ美容室みたいなのがね、すごいもう莫大に盛り上がってるだけで、あんまりこう街のね、ちっちゃいところとかってそんなに盛り上がってなかったりとかするんですよね。なんで、その、
インスタでそのめちゃめちゃ人気の美容院のその動向とかすげえチェックして、あ、こうすればその数字が稼げるのか、こうすればいいのかみたいな感じでめちゃめちゃこう自分の中でノウハウをまとめて、で、その地元の美容院に行ってちょっと営業というわけじゃないですけど、ね、こんにちは、実はこういうものなんですけど、うんたらかんたらみたいな感じで話をしてて、お宅のその SNS アカウントですみません、ちょっと拝見させていただきました。ちょっと改善点としてですね、こういうことがあると思うんですよ。で、こういうことをして、こういうふうにして、こういう投稿すれば、この美容院みたいな感じで、この、ね、数字が稼げると思うんですけども、なんかどう思いますかみたいな感じで。で、それでもし、最初は無料でいいんで、ちょっと一回そのね、僕を試してもらえませんかと。で、そこでこう、うまくいってね、なんかこう、また、この任せていただけるようだったら、それはそれでいいですし、気に入らねえということだったら、全然それも OK なので、みたいな感じで、ちょっと無料で試させても、試してもらえませんかみたいな感じでいたりとかすると、興味を持つ美容院さんもめちゃくちゃいっぱいあると思います。そんな感じで、こうね、業種結構問わないんですけれども、僕が単にその食が好きだから、さっき飲食店の話をやりましたけどもね、やっぱこう、食べるの好きだしさ、その、なんだろう、お酒とかもすごい好きだからさ、やっぱこの飲食に関しては僕もね、熱が入るわけなんですよ。よーし、この料理を美味しく見せるぞーみたいな感じで。だから、皆さんもそうね、自分のそのパッション、情熱をね、向けられる職種がいいかなと思うんですけれども、そんな感じの例え話でございました。いかがだったでしょうか。なんとなく、なんかこういう話を聞くとさ、あー、できる気がするな、って気になりませんか。で、そんな感じでね、そうだな、月額5000円とかでも構わないのでね、そういったこう店舗さん、100店舗とか、100店舗は言い過ぎか。でもまあ、そんなでもね、50店舗とかで持てればね、もうそれだけでも結構ね、月収としては20、ね、20、30とかになりますからね、そこでこの細々した仕事とかをまたね、いただければ、まあ、ぶっちゃけた話に、ね、月に20万ぐらい稼げたらもう結構もう上々じゃないですか。普通にフリーランスとして。で、面白いもんで、そういった感じでこうね、人を助けることに慣れたりとか、人を助けるコツが分かったりとかすると、もっと上手にたくさんの人を助けることができるんですよ。で、その結果的に、まあその自分の収入アップにつながったりとかするわけなんだけども、ちょっとね、この話をね、聞いて、ああまあ、なるほどね、でもそんなうまくいくもんかなみたいな感じで、眉唾に思う人もいるかもわかんないんだけども、一回やってみるとね、ああ、なるほど、そういうことねって感じでね、すごいいろんなものがね、ザンってザン繋がっていくかと思います。そんな塩梅の話でいかがでしょうか。今回はですね、飲食店を向けた、デザイナー、イラストレーターという話にさせていただきましたけれども、まあこれは対象何でもいいんですよ。そんな感じで考えてみてはいかがでしょうかということでした。最後にちょっと、手段に翻弄されるなっていう話をちょっとしたいんですけれども、まあこういう話をするとさ、飲食店人気秘訣とかさ、なんかそのね、動員とかお客さん集める集客方法とかってやったりとかすると、やっぱりこうね、マーケティングうんたらかんたらっていう話はすごい出てくると思うんですよ。で、まあそういういわゆるノウハウ的なこと、まあ別に悪いことじゃないんだけれども、悪いことじゃないんですよ、決して。悪いことじゃないんだけども、そのノウハウに凝り固まってしまうと、そのね、本質を見失うような気がするんですよね。前回の動画でも言いましたけども、すっごいもう超シンプルに、もう自分のスキルで人を助けることができたならば、お金が稼げるわけなんですよ。でもそこにね、この人を、この知ってもらう、興味を持ってもらう、そのきっかけとして、そのランディングページとか、セールスページとか、うんたらかんたらとかあったりとかすると思うんだけども、そういうこの方法、もうこれをすれば人が来る、これはこれね、すれば人が来るっていうことでね、ずっとこうやってしまっていると、人を助けることを忘れてしまうときが、結構あると思うんですよね。そうなると、その今までね、たくさんこう積み上げてても、なんかこう、ちょっとしたトラブルとか、なんかちょっとしたクレームとかで、そういったものがこうバーってこう崩れちゃったりとかするので、方法、ノウハウに惑わされないようにだけは気をつけたいなと、常に何をするときも、人の助けること、もうこれを作って、これをやることで、その誰かを助けてるんだ、俺はと。で、その周りの人たちに関わるとき、営業するときもね、この人の助けになるためには僕はどうしたらいいかなってことを、ひたすら考えながらやっていくと、相手にもその熱量やっぱ伝わってくると思いますし、うまくいく方向になると思うんですよ。そんな感じでですね、方法に惑わされるなっていう話だけは、ちょっと最後にさせていただこうと思います。そんな感じでしょうか。で、失敗話。そうだな。ちょっと、もう一個だけ続きましょう。次の動画でですね、うまくいかなかったらどうするんですかっていう方に向けて、僕の失敗話を、させていただきましょう。まあ、周りから、皆さんから見ればね、僕がその失敗してることって、あんまり、まあ、見せないようにしてるからさ。わかんないと思うんだけども。まあ、当然のことながら僕もですね、たくさん失敗してるんですよ。で、たくさん失敗して、あ、これはやっちまったっていう、そういうこの勉強があるからこそ、まあ、今につながっているわけなんですけれども、ちょっくら次の動画ですね、余談っぽく、僕がまあ、そうだな、あれの話をしよう。僕が2回目にやったワンマンライブの話をしましょう。僕が、
滝沢の夜なんていう名前で、音楽活動を始めたのが2015年の出来事なんですけども、滝沢の夜ボリューム2ってのをですね、2015年の8月にやったんですよ。それがね、僕の中でのね、人生最大級の失敗の、思い出でございます。よかったら次の動画を見ていただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いしましょう。感想とかご質問とかぜひバシバシコメントしてみてください。ませではさよなら、グッバイ、さよなら、じゃあねー。